私が来てあげる。はい、どうも、かいチャンネルです。出迎えに時間がかかりすぎではなく、今回も企画者でやっていきたいと思うんですけど、前回はちょっと、わしはカダ、あざなを原価という、まあ、ちょっともう一回やってきちゃいます。今回はこんな感じのチームですね。俺ね、ちょっと名前忘れちゃった。人であれば義を重んじる。こいつはちょっと育てて、悪魔の高尊さん、UR5 を捕まつった。秘策チャレンジとかで結構使うから育てて行こうかなと思ってます。こんな感じでシーブも結構育ってきて、この3つもいい感じで育ってますね。こんな感じです。これだとちょっと強すぎて私の余裕で倒しちゃうんだけど、私のすべて、あの方はいつか、私のすべて、私のすべて、まあ、ね、大凶を数十年にも、こういうふうにそんなもあり、これだとギリギリで勝てるか勝てないかぐらいの、私のさすがに弱すぎるかなって感じ。私のまあ大凶かな、これは。もうちょい育てたら装備にしてもいいかもしれないかな。私のすべてを、この私が来てあげたのに、出迎えに時間がかかりすぎではなくて、3と4がすごい2と十分じゃないですか。まあこんな感じです。今回は終わりたいと思います。またねー。